どうも、ぺこぱの正銀寺太陽です。というわけで、勝ちましたしゃ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 はい、見ましたか、皆さん。何点取ったんでしたっけ、もうあれ。もう大勝ですね、鬱憤を晴らすかのように。いやー、にしても、元前がよく頑張った。ナイスピッチングでしたよね。プロ初先発で、初勝利、おめでとうございます。そして、なんといっても、ね、なんで火がついたかな。やっぱ、マーティンかな。完璧でしたね。イエス、マーティン。ありがとうございます。いやー、最高でしたね。安田もね、いいところでタイムリー打ちましたし、ね、寿司ボーイも寿司一発目握って、しかもそれをミキが食べるっていうね、はい、いい試合でした。でも中でも今日僕があげたい MVP は鳥谷選手です。いや、素晴らしい、本当にすごい活躍でした。ね、スタメンで出てあれだけの活躍をしてくれるなんて、なんか鳥谷選手がそのチームに勢いが出るなっていうのは感じますね。はい。いやー、よかった。やっと開幕したんすよ、もう。もうね、実質こんだけ得点取ったらもう優勝じゃないですか。皆さんのおかげですよ、本当に。いやー、ナイス勝利。悪くないだろう。いやー、でも安心して見れましたね、10点差ついた時はね。ああ、もう今日は勝ったっていう気持ちで。はい。そしたら、マネージャーの橋本さんが、まだ分かんないですよっていうね、クソみたいないじりしてきましたよ、本当に。分かるだろ。どんだけ取られると思ってんだよ、9回だけで。負けるとしたら。はい、というわけで、よかった。ね、今日4月からプロ野球が開幕しましたんで、今、貯金1です。はい。勝率も5割以上ですよ、今。3月はなしですから。というわけで、マリンズの選手の皆さん、本当にありがとうございました。